はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。本日はですね、私デボラさんを、仲間として加えましたので、早速デボラ専用クエストですね、英雄クエストのデボラ専用クエストを行ってみたいと思います。で、一応まあレベルをここまで上げましたので、このパーティーで行きたい。これでいいかな。このパーティーで行きましょう。で、全然デボラは手動では動かしてないので、どういう動きするのかちょっとね見ながら行きたいと思います。選んでくれたのはいいけど、花嫁修行なんてやりたくないのよね。完璧な私には必要ないわ。最初の方はオートで行かせましょう。はは、負けちまった。でもこれぐらいで、これでさらに強くなれたよ。ありがとう。負けても前向きで素晴らしいやつなの。ここまで前向きだと夫婦喧嘩もないかもしれないわね。バトルなしだ。へえ。次に紹介したやつは別の町にいるから少し移動するの。はい、早くしてくれないかしら。デボラもフローラを見習ってもうちょっとおしとやかにするといいの。私だっておしとやかな部分はあるが、それフローラは実の妹よ。髪の色も性格も違うし全然わからなかったの。瞳の色は一緒よ。ああ、こんなことはいいから早く行きましょう。こんな感じなんですか。すごっ。で、いきなり1万になるの？やばくない？この上がり具合。続いて紹介するのは、曲がったことは許さないラインのソルジャーなの。モランさん、約束の時間から5秒も遅刻ですよ。そう、こういうやつなの。ちょっとしたルール違反も許さないの。少し遅刻したくらいでぐちぐち言う人は嫌だわ。遅刻しておいてだな、たるい草。懲らしめて差し上げましょう。負けました。私はあなた様のしもべ。これからはお供させていただきます。魔物界のルールも厳密に守るやつなの。夫婦で決めたルールを守れるって意味ならいいのかもしれないわね。
18,000。上がっていくね。最後はこちらなの。ひたすら気が利くトロールキングなの。おー、モランさん、よくぞお越しいただきました。椅子を温めてお待ちしておりましたよ。確かに気が利くわね。紅茶なんかもあるといいんだけど。もちろんでございます。アールグレイ、セイロン、ダージリン、その他数種類ございますが、どちらに。紅茶といったらお菓子がないとダメなの。もちろんございます。こちらでいかがでしょうか。あら、すごいじゃない、美味しそうね。違う、こんなの私が求めたお菓子じゃないの。あんたは気が利くて紹介した私が恥ずかしいの。少年を叩き直すの。もう前どんどん前、はい、行ってください。ナイス返し。あ、仲間呼ぶのか。うわ、呼びすぎだって。おお、さあどうなる、どうなる、いけるか。仲間呼ぶんかい。うわ、なかなかエグいな。ナイス。申し訳ございませんでした。先にこちらのお菓子をお出しすればよかったのですね。そうそう、これなら最初からこれを出していれば怒ることもなかったの。鬼嫁相手にも気が利く相手なら夫婦円満になれるの。鬼嫁、誰のことを言ってるかしら。バトルなし。これ全員紹介したのどうだった。うーん、運命の出会いって信じる。急にどうしたの。これまでいろんな魔物を紹介してもらったけどビビッと感じなかったわ。てっちゃん見た時はビビッとは感じたの。てっちゃんは私のものなの、渡さないの。取らないわよ。ビビッと感じる人に出会えると思っているもの。てっちゃんに会えたことが一番の花嫁修行だったってことかもね。ステージクリア。すごいな。で、以上ってこと？終わったのかな、これで。終わりましたね。ボーラーでボーラー覚醒スキル。あー、やっぱ覚醒すると移動力上がるんだね。そうだ、あ、全然必殺技使う間もなく終わっちゃったね。使えばよかったな。どういう動きするんだか。あー、覚醒
すると1個上がるのはいいな。はい、というわけで、本日は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。